皆さんこんにちは、猫とパッチワークです。今回はカーテンの裾をアレンジしてみました。太陽の光が入るとステンドグラスのように生地が映えてとても可愛いです。とても簡単なのでぜひお試しください。はい、では作っていきましょう。まずは作りたい場所の横幅を測ります。こちらは50センチでした。でですね、カーテンを作る時なんですが、ギャザーを取ってね、ひだをたくさん作る場合があると思うんですね。でその時は生地幅などを2倍に取ったりする場合もあると思うんですが、今回は、このパッチワークの角をきれいに見せていきたいと思うので、あまりギャザーを作らないようにしていきたいと思います。もちろんお好みでギャザーたっぷりのカーテンにアレンジしていただいても大丈夫です。このね、娘の部屋のカーテンはかなりギャザーたっぷり取った手作りカーテンなんですが、こちらにアレンジするとこんな感じの見え方になります。今、2枚突っ張り棒に通してるんですが、これを1枚にしてみますね。そうするとこのような見え方になります。カーテン幅ぴったり、もしくは数センチプラスした長さの方がアレンジしたパッチワークの角が綺麗に見えるかなと思います。もちろんお好みなので横幅は自由にしてみてください。50センチの横幅にプラス5センチ追加して55センチ。この55センチは完成サイズの長さになります。この55センチの幅にどのくらい角を入れたいか考えます。私は今回6つ角を入れていこうと思います。なので55÷6をして約9センチになります。この1つの幅が9センチということが分かったので、対角線が9センチの正方形を作って、このように6つ並べるということになります。6つの正方形をこのように並べたら、この正方形を半分にすると三角形になります。この三角形をこのように上に重ねるとパターンができます。そうしてカーテンとつなぎ合わせて出来上がりという感じです。大体のイメージはできましたでしょうか。対角線の長さから正方形を作る方法なんですが、まず9センチの横線を引いて、中心から縦にまた9センチ引きます。そうしたらこれをつなぎ合わせると正方形が出来上がります。はい、では型紙を作って生地に移していきます。縫い代は7ミリで取っています。今回は以前ココちゃんのペット用品入れを作ったボックスがあるんですが、これと同じ色味の、生地で作ってみました。統一感があって可愛いかなと思って。はい、必要な枚数カットしました。こちらをつなぎ合わせていきます。このように並べて中表に合わせて、この先ほど印をした線に、待ち針をきちんと合わせて縫っていきます。今回私は手縫いで縫い合わせてますが、もちろんミシンを使って作っていただいても大丈夫です。はい、このように縫い合わせることができました。生地を裏返して縫い代を折りたたんでアイロンを当てます。
論をすべて当て終えたら、このようにステッチをかけていきます。今回は白い糸でステッチかけたんですが、明るい色だったり刺繍糸などを使ってステッチかけても可愛いかなと思います。少し見にくいんですが、すべての角にステッチをかけていきました。裏から見るとこんな感じです。次はですね、この上の三角形の方、こちらにもステッチをかけていきます。はい、ステッチかけていきました。はい、そしたら次にこの端の方の処理をしていきます。こんな感じで縫い代は折りたたんで、もう不要なところはカットをしていきます。カットしたらこのように、ここは直線になるようにしたいので、こんな感じで折りたたんで、あとはアイロンを当てて、こちらにもステッチをかけておきます。側も同じようにしていきました。最後にこのはみ出た縫い代部分、こちらをハサミでカットします。はい、これでパッチワークの下の部分が完成しました。意外に簡単だったかなと思います。続いてカーテンとつなぎ合わせていきます。上のカーテンは完成サイズ 55cm で仕上がっているものになります。市販品のシンプルなカフェカーテンなどにアレンジしてもいいと思います。こんな感じで突っ張り棒が入るようなシンプルな作りになっています。今回は端の方は2つ折りせずに、こちら1つ折りにして、ピンキングハサミで、生地を切ったので少しほつれにくいかなと思います。はい、ではつなぎ合わせていきます。先ほど作ったパッチワーク部分、こちらの上の縫い代を1つ折りしている状態です。こんな感じで、はい、それを、カーテンの一番下の方に重ねて待ち針で固定をして、あとは、手縫いでもミシンでもどちらでもいいんですが、このように縫い合わせていきます。完成です。最後までご視聴いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。